お冬集落からのお冬岬お冬岬、展望台展望台から見たお冬集落岬脇に、ある白銀の滝お冬岬は、北海道石狩市浜松区の国道231号線沿いのお冬海岸に位置する断崖の中にある岬である。この地域一帯は、厳しい断崖絶壁の中に位置しており、道路が未整備で訪問が著しく困難であった、ことから、 かつては、陸のことを、北海道三大飛岬の一つとされていた。なお、この項では、岬の最寄り集落として、北側にある、お冬集落についても記述する。アイヌ語の、ウフィに由来する。これは、海岸の絶壁に赤い岩層が露呈しているため、あるいはかつてここに雷が落ちて近辺が焼けたため、とされる。お冬地区は、所管別だけを中心とする。 山系が日本海に接する位置にあり、周囲の海岸線は断崖が連なる。かつて、浜松村中心部や札幌側からの陸路往来は、ほぼ不可能で、増毛側からも山側に大きく迂回する区間も、当期は積雪により閉鎖されていた。このため、大正時代に山本徳次郎が、帰船、海流丸を所有して、山本汽船部として一時営業し、 マシケとオフユカンの定期航路便を最初に開設した。1933年より、花田直太郎も、花田直太郎改装店を立ち上げ、マシケ、オフユカンの定期航路を開いた。その後1949年、マシケ港と 26km の定期航路が開設され、1957年からは、地区住民が株主となって設立したオフユ海運が引き継いだ。 お冬海運は本社をお冬に置き、上述のように、お冬地区住民のみが株主で、当時道内でも珍しい一村一会社であった。一日一往復で、船長が天候のほか集落住民の病院外良いや、学校試験などの都合を考えて、出航か欠航かを判断し、試験による休校が珍しくなかった。そのため、お冬集落は長い間、陸の孤島と呼ばれ、 北海道を代表する秘境の一つであった。電話回線も1978年10月18日に大掛かりな回線付設工事の末、北海道で最後に自動化が完了した集落でもある。工術する国道231号の整備により、通年でのアクセスが可能となった1999年、お冬岬に展望台、岩石公園などが整備され、 観光スポットに変わりつつある。近海は甘えびの工業場であるため、2002年から水産庁による特定漁工業場整備事業が進められている。一方、お冬の個数や人口は減少が続き、1960年の88個511人が1995年には67個132人となり、2013年時点では37個。 約70人と紹介されている。2002年には、お冬小学校が閉校となり、休校舎は、マシケ町お冬自然体験館として共用されている。マシケ校との間を結ぶ二代目船舶は、新お冬丸だった。お冬は昭和40年代、同じように回路でないと往来が、難しい知床半島に例えられて、西の知床と,と呼ばれ、秘境観光ブームの対象となった。 新大冬丸は、時には1日3往復して最盛期には、年間2万人を運んだ。開通からトンネル崩落事故まで国道231号の浜松からお冬までが開通し、国道全通の悲願が叶ったのが1981年11月10日のことで、これで陸の孤島から解放されると言われる間もなく、同年12月19日には、 国道上のお冬岬トンネルで大規模な崩落事故が発生し、国道は通行不能、お冬集落は再び陸の孤島へ逆戻りする不運に見舞われた。復旧工事が完了し、お冬岬トンネルの再度の開通は1984年5月15日のことであった。この旧国道は、増し毛川の 12.1km に108カ所のカーブがあり、曲がりくねっていた。 事故から、現在、陸の古島からお冬は解放されたとはいえ、冬期間のマシケオお冬の通行止めは依然続き、この区間、かつ、国道231号全線が、通年共用可能となったのは1992年10月22日以降のことである。マシケオお冬の定期航路は、新国道の全通を、約半年後に控えた同年4月30日まで、運行されていた。 それまでは、マシケ町住民である、お冬集落の住民にとっては依然大切な、交通手段に変わりなかったからである。その後も、沿線では、国道二百三十一号の災害対策事業として四本の新トンネル屈作が計画され、ふとし島内トンネル、新赤岩トンネル、新総毛、トンネル、二千十六年一月十九日、既存のタンパケトンネルを山側に迂回して、 蒲田トンネルとお冬岬トンネルを接続する総延長4216メートルの浜松トンネルが共用開始された。石狩市、増毛町の境界付近にお冬バス停留所がある。国道231号会通後は北海道中央バスの特急札浜線や日本海ルモイ号が乗り入れていたが2010年11月28日の 日本海ルモ以降の運行を最後に、同社の路線の発着が終了した。ABCDEFG、地を訪ねて1992、お冬航路の並行を喜び、悲しみも乗せた、命綱、北海道新聞日曜長官別釣り2020年8月2日、1から2名アイヌゴラテン本寺、ウィーハット AB、アイヌゴチメリスト M5 西 P21 から30、P。 アイヌご知名リスト。北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2017年10月20日閲覧。交通運輸の移り変わり増し化庁2021年7月12日。閲覧。出店、お食事どころ、レストハウスお冬。北海道で、最後出店、お食事どころ、レストハウスお冬。お冬の人口の推移1892年開港。 中学校も併設されていた。トンネル自体は1983年12月19日に復旧、再開通したが、翌20日から、マシケ山道の区間が東京閉鎖となったため、国道231号の新トンネル、浜松トンネルが開通、国土交通省北海道開発局、札幌開発建設部、2017年7月3日閲覧、 海沿いの難所、安全に、石狩、浜松トンネル今日開通。北海道新聞。2016年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月19日閲覧。日本カイルモイ号は当初毎日運行だったが、2007年から季節運行となった。正式な路線廃止は2011年3月31日。ありがとうございます。